はいどうも、アニモです。えっ、ー、と、今日はこのお地蔵さんをね、編んでいこうと思います。で、顔のベース自体は、えっ、ー、と、アニモでピンチのあの子たちとね、一筆アニモとかのあの子たちと同じなんですけど、一筆アニモとかアニモでピンチシリーズね、あちらは全部、えー、販売禁止とさせてもらってます。 で今回のこのお地蔵さんに限ってはねあのアニモのやつ見たでみたいなやつで書い、えー、てもらったら販売してもらってもいいんじゃないかなと思ってます可愛い,いのでねあのみんなにプレゼントしても喜んでもらえるんじゃないかなと思ってますはい。であの小さいので編むのもよしあの大きいのでこれはねアクリル系と75針で編んだんですけどこのぐらいの大きさになってますなのでお好きな方でねチャレンジして編んでもらったらと思います はい。じゃあ今回用意するものですね。用意するのは、えっと、とりあえず本体、顔と体とね、を編んでいくのはセリアさんのこのソロフィムっていうグレーを使っていきたいと思います。 で、えっ、ー、と、カラナンバー4番ですね。アクリル100%のやつで、塩針が2号3号になってるけど、ま、あ4号針で編んでいこうと思います。で、えっ、ー、と、太い糸とかで編む人はね、それに覆った、えー、針のサイズで編んでもらったら、どんな大きさでもできるのでね、ピンチいらずなんで、えー、これで編んでいってもらったらなと思います。で、えー、あとは、これはね、ほっぺたと前掛けをするのにセリアさんのトロピカルコットン。 これの赤ですね。カラーナンバー11番。これを使っていきたいと思います。これも、えっと、塩かぎ針4555なので、あの子と合わせてね、あの、1本でかぎ針いけるように、全部45針で編んでいきたいと思います。で、あとは黒い子。これはセリアさんのニューエンジェルコットンのカラーナンバー5番なんですけど、あこれはね、 ま、顔のステッチチーチコチーと入れるぐらいなので、あの、刺繍糸でも何でもいいです。あと、おでこのね、あのー、千正夫ポイントを入れるにね、もしかいる人やったらこれ、えー、刺繍糸とかでも OK です。で、この辺はあってもなくてもいいんですけど、その、千正夫さんのね、あの、正夫スタイルにするためにあ、おでこのチョンをね、こういうの、これ両方セリアさんのネイルコーナーで買ったんですけど、こういうの売ってるんですよ。 で、まあ、これ黒やったら黒でプーチューとね、あのボンドでつけたりとか、あとはね、これクリアみたいなんですよ。透明のなんかちょっとオーロラっぽいキラキラしとるね。下のこのハートのところのピンクのところピンクつけるぐらいの見えへんね。わかれへんけど、こういうのがあるから、 もしくはあれやったら、こういうのをおでこにちょぽっと貼り付けても可愛いかなと思って、えー、用意はしてたんですけど、使うとりません。でそういうのを使う人やったら、まあ、ボンドがあればね、えー、ボンドでつけてあげたら便利やと思います。あとね、これダイソーさんのあのブリオンでもう廃盤になってる分なんですけど、まあ、もしかこんなあの穴の開いてない、こういうビーズがあるよ、いう人やったら、うん、えー、花より団子のね、団子の方の団子の人は、 こういうのをお手手の上に乗せてあげたりとか、もっと小さいビーズでね、紐通して、ここはあの、ジュズモットみたいにするわとかね、いろんなそういう、後でオプションはね、自分でつけて飾ってもらったら、こういうストラップとかも結構、これセリアさんのやつやけど、ストラップとか頭に、このままね、ここのこれがある人は頭に棒状とこのまま、あの、引っ掛けるだけでできるので、まあ必要な人はね、いろんなもん自分で用意してもらったらいいと思います。あとは中に詰める綿。 これもね、何でもいいです。もうあの、使い古したんぞのあの、パン、あ、あるわかんないな。あの、靴下とかね、あんなんとか、あと、イランも捨てようかいとかいう糸をね、ほどいたり捨、捨てようかいう、捨てたらほどいて、あの、うん、あれしてからあんなん詰め込んでも OK です。あと、使っていくかぎ針は四号針の二点五ミリを使います。 で、た詰めるときにね、この先の丸いピンセット、あのー、セリアさんのこれ衛生コーナーで買ったやつですけど、ダイソーさんとかでもあります。衛生コーナーとかやったらこういう先の丸いのがあるから、これはあの、ほれ、生地も傷めずね、わただけ詰まってグーッと入れてくれるから便利もんです。あれば便利っていうだけですね。あとはまあ、ハサミはね、糸切るにいるのと、このダイソーさんのヤンスレダーは糸通しにあったら便利っていうだけで、あとは縫い針ですね。この分だけを用意してもらったらできると思います。はい。 じゃあ今から編んでいくんですけど、これ見覚えある方は、えー、見覚えがあると思います。今回はね、えおとんかなスタイルでね、えー、と、いきたいと思います。ね、えわ、ー、かりますかおとんかなスタイルでね、いきたいです。はい。えおとんかな言いながら、あの、編んでいくんですけども、えっ、ー、とね、大変申し訳ございません。おとんの訂正がございます。このね、実は耳のところがあって、耳の裏をこう中長みで取りますね。 その次の段からこの間減らしてしもてるんですけど、できればこの間に一段、増減なしを一段、本当やったら編んで欲しかったんです。ほんでね、あのさっき、あれと思って見返したら、編み図もこれやと思って見返したら、編んでなかったんですよ、動画。編んでしまった人でも、まあ、一段しか変わらへんしね、何ってそんなに変わるわけじゃないから、あの、びっくりするほどあれでもないんですけど、できれば、 増減なしでね、一段この間編んでやってほしいんです。すいません。で、今日もこれの間に一段増減なし、耳の裏を取った後、増減なしの30回の細編みが入ります。本当に申し訳ございません。え、よかったらまたね、おとん次編もうかっていう人やったら増減なしで、えまあ、編んでなくても、なんとかあの、全然いけると思うんですけど、すいません。本当、申し訳ございません。なので、今日はこの、えー、ここに増減なしを一段入れつつ、あと耳の編み方がお嬢さんはちょっと違います。あの、おとんの時みたいにね、こんなとん ガラス必要はないので普通にに簡単ほんまにザーッと編みます。いつもザーッと言いながら遅いんですけど、ザーッと編みます。なので、わ、えー、からん人は音のとこ見るなり、えー、一番最初にやってきたむっちゃゆっくり説明した、えー、猫ちゃんの基本の顔、その辺が説明欄の方にリンクがたーっと貼ってあるので、えー、好きなところから順番にね、えー、見てきてもらったら、えー、エンとちゃうかと思います。はい。 ならまあ、えー、こんな感じで、鎖編み5目スタート。で、1つで立ち上がって、この端っこにね、3目入れるスタイルですね。これね、今回、今回今日は、あの、スタイルっていう話が多いんですけど、あとはここ真ん中は、えー、増減なしの、えー、3目。細編みをするっていうところはいつもと変わりなくになってるので、まあ、説明しつつは編んでいくんですけど、いつもよりすんごい早いです。頑張ってついてきてください。な,んならまず手に糸をかけて、鎖編みからいきます。くるっと回って作り目を作ります。 はいでグッと絞ってからここからね1つ目はねしっかりしたあの鎖編み編んだ方が綺麗ですねはいでここから2345これで5回の鎖になりましたで1つ鎖編みをして立ち上がりますじゃあ裏山を見て根元から1つ目2つ目この2つ目のところの裏山に針を入れてここにまずね細編みを2回糸かけて出してきたら糸かけて2本の中を通る。 で、ここはね、また同じところに針を入れて、細編みですね。はい。じゃあ次の裏山から1、1、1と1回ずつ細編みをね、3回繰り返します。まず裏山の1本のとこに1個。で、次の裏山。このソロフィルムさんはね、糸がちょっと柔らかいし、糸が割れやすいので気をつけつつ編んでくださいね。で、ここ、3つ目ですね。はい。 そうしたら端っこのところが来ました。端っこの玉結びの横のこの裏山ちゃんですね。ここの一本のところに針を入れます。ここちょっと小さめに作ったからね、頑張ってグッと入れて。で、糸かけて出してきて、まず普通に細編み。じゃ、また同じところに入れて、この時の糸端は向こう側に追いやっといて。で、ここですね。糸かけて出してきたら、このこの t の字で、ここで細編み。 じゃ、また同じところに針を入れて、今度は頭2本を見ながら戻ります。針、えー、糸端をね、針の上、進行方向に持ってきて、一緒に挟んどいて編みくるんでいきます。かけて出してきて、こう、こね、細みのこう。はい、じゃあ次、1、1、1とね、この線のこの頭2本の下、1、1、1と編みます。はい、グッと入れて、よいしょ。 1> 1糸端編みくるみながらね次のところに1でもしあの遅いな早いなと思ったら再生速度でね調整してくださいあの文句受け付けませんすいませんははいい個目でですねここで細編み、はい、じゃあ次一番最初にね入れたところの穴ここに編んだ次のところの穴これが一番最初の穴なのでここに入れてよいしょ細編みをしますはい そしたらもうこの子ね、そろそろ編みくるまんでいいと思うので、裏側にも置いときます。綿代わり。で、ちょうどこの、こう編んできたところの、こっち向きにこうね、直角に折るこの子の目。これが最初の目やと思います。大体ね。わからん人はこう、戻って12個かな。戻って数えてください。まずここが最初。わからん人やったらリングしてると思います。ここに、引き抜き、引き抜き。引き抜いたら必ず針の上の糸を押さえて、針ごと右にぐーっと引っ張って根元の目を引き締めます。はい。 で、糸を戻して、ここからね、えー、まず VV と編みます。鎖編み一つで立ち上がって、このね、この子が入ってるこれですよ。ね根元。今立ち上がったこの根元のすぐの目ですね。ここの頭2本の下に針を入れて、ここに V。V っていうのはまず細編みを編んで、同じ足が入ってるとこに針を入れて、同じところにね、2回編むことを V と呼んでおります。はい。じゃあ次の目にも V です。 今ここに編んだから次の頭2本の下ここに V ブ同じとこ入れてイじゃあ次からはね微動だにしない111という細編みです簡単ですねじゃあ次は VVV と3回続きます VVV ですねはいじゃあまずここの目の頭頭の下に針を入れてブ同じとこ入れてイで真横にある子ですね この子に針を入れてブ同じとこに入れてよいじゃあ次の目にもですねブイですねブイはいじゃあ次111111はいじゃあ次この今編んだとこのあと隣ここですね この次に折るちびっちゃいのは引き抜いた子、立ち上がった子なんです。なので、この手前、これが最後の目。今編んだところの次のね、この最後の目に V を編みます。V、同じとこ入れて、い。はい。それができたら、よーく見てね、編んだところの次、引き抜き編み立ち上がりは飛ばして、最初にこの足の右上にある頭、これが最初の子です。この最初の子に、よいしょ。わからん人はね、どんどんリング使ってください。ほいでも、どんどんリング使ってって言うけど、 あの、慣れてきたらね、リング外して目を見れるようになるとすごく楽やし、外でね、リング出して何してしもっていうの大変やから、見れるようになったらラッキー。ね、見れなかったらリング使いましょう。はい。じゃあ最初の頭に引き抜いて、引き抜く。引き抜いた時は必ず針の上を押さえて右にグー。で、戻す。はい。じゃあ鎖編み一つで立ち上がって、この段は 1V、1V と編みます。まず根元ね、この立ち上がったところの左下、すぐの項ですね。 ここにまず一回だけ細編みを編みます。はい。じゃあ次の目には V になります。V わかりますね。同じとこに二回細編みです。V。はい、じゃあ次、1。はい、次、V です。V。<laughs> エロビみたいやな。次、V です。はい。んな、次から1、1、1とね、一回ずつ、これ微動だにしない細編みのところです。1、1、1。それを3回繰り返しました。 じゃあ今から 1V を3回繰り返します。いいですかここに、1、次、V、I、次、1、次、V、I、1、次、V ですね。もうね、あの、できたら編みぐるみやったらしっかりね、あの、柔らかく編みたいのもわかるんですけど、あの、穴から綿が見えないぐらいにね、 ちょっとしっかりと編んだら綺麗じゃないかと思います、はい。じゃあ次、1、1、1、微動だにしないところです。1、1、1。はい。じゃあ次、えー、今編んだところの次、1、2と目が余ってます。1、V と編みます。その後の引き抜き立ち上がりは飛ばして、ちょっと段が変わるからわかりますね。ちび、縦、大きい子。 その手前までのこの2面にね、1V。で、ちびたては無視して最初の頭になります。いいですかはい。じゃあ、1、次、V。はい。で、引き抜き立ち上がりを飛ばして最初の足がある右上。これが頭です。ここに引き抜きます。グー。鎖編み1つで立ち上がる。で次はね、1V1、えー、と編みます。1V1 を2回ですね。まず最初の目に1。 次、V です。V、同じとこ入れて、い。次、1。はい。じゃあ次ね、1、V、1をもう一回いきます。1、次の目に V です。V、い。で、次、1。はい。じゃあ次、1、1、1になります。微動だにしないところ。はい。はい。じゃあ次は、1、V、1を3回繰り返します。 一。ぶ。い。一。次一、次の目に。ぶ。同じとこ入れて。い、次の目に一。はい、じゃ、もう一回、一部一、これが最後の一部一ですね。一。ぶ。い。一。で、一一一になります。微動だにしないところ。一。 1> 1はい3回しましたじゃああと 1V1 です残るところ3目あるのでね 1V 同じとこ1で次のところ一番最後のところに1はいそしたら最初の頭ですね引き抜き立ち上がりは飛ばした最初の頭ここに針を入れて引き抜き引き抜きく。はいそしたらここから、えー、まずね耳を作っていきたいと思いますまず鎖編み1つしたら根元すぐのところのね ここには1つ細編みを編みみをますで次のとこで次のとここの次のこの2目で耳を作っていきますまず耳の時はこの頭2本の下に針を入れるんじゃなくって手前の1本だけを取ります手前半目って言いますね2本あるうちの手前の1本だけここに針を入れてまず引き抜き編みをします糸をかけて引き抜き引き抜き この時軽く引き締めるために針の上の糸を押さえてちょっとだけふっと右に引き締めます。ギチギチじゃなくていい。ふうだけでいいです。ね。それができたら鎖編み一つ。糸かけてこの中を通る。はい。そしたらここにね、中長編みを編みます。針に糸をかけて、かけてからこの根元の、こ今ピヨンと伸びてるからわかりますね。このさっき引き抜いたところ。目が大きくなってる一本のところね。ここに入れて糸をかけて出してきます。 で、スッと伸ばす。で、スッと伸ばしたとき、この高さとね、この地面。この子が地面です。この子が地面。これと針が平行になるように、こうね、同じような感覚で。そこまで伸ばしたら、糸をかけて、この3本の中を一気に通ります。これが中長編みです。もう一回、次のところ。次のところの目の、頭2本じゃなくて、手前の半目に中長編みをします。まず、針に糸をかけてから、この目の、次の目ね。この頭2本じゃなくて、手前の1本だけ。 2、ね、本じゃなくて手前の1本だけに入れて糸をかけて出してきてスッと伸ばす。ね。こうちょうどこう,こ,うこれ T の字ぐらいのこうスッと伸ばす。ここで糸をかけてこの3本の中を通ります。はい。そしたらまた鎖編み1つかけて抜く。でこの今のねこの中長編みが入っている同じこの1本のところに針を入れて引き抜き編み糸をかけて出してきて 中を引き抜く。引き抜いたらまたね、軽く絞っときましょう。上を押さえて、ふぅ。これが綺麗です。はい。これで耳。あの、音の時と何が違うか言うたら、音の時はね、耳をここを大きいに、上の方ちょっと大きいにしたいから、中長編み、長編みってしたんですけど、今回は中長編みと中長編みをしたっていうだけです。 これだけの違い。さっきを編めた人やったら楽々。ただ、すいませんね。耳の裏を取って、その後一段増減なしを編んでやってください。ほんまにあのね、自分自身今締めのために今日はちょっとビール少なめにしたいと思います。大変申し訳ございません。はい。それじゃあ、このね、耳のところ、今引き抜いてここしたところの次。次からは頭2本を取ります。で、ここから細編みをね、13回編みます。かけて抜くだけ。1、頭2本のところですよ。2、 頭2本3ほな13回までダーッといきますね413はいじゃあこれでね細編みを13回耳の後から13回編んできましたそしたらまた同じ耳を作ります次のところの頭2本じゃなくて手前の半目だけに入れたらまず引き抜き編み引き抜き引き抜き上を押さえて軽く絞ります 鎖編み一つで高さを出したら、同じところに糸をかけてから針を入れて、中長編みです。糸をかけて出してきたら、スッと伸ばす。ね、こう垂直に出した感じだね。まっすぐスッと伸ばす。糸かけて、3本の中を通り抜ける。はい。また針に糸かけて、今のところの次の目の手前の1本だけ。この手前に1本だけに入れるのがみそね。はい。で、糸かけて出してきて、またスッと伸ばす。糸かけて、 この糸かけるときにね、針金を動かんようにね、この、こうなったら、この状態を固定した状態で糸をかけて、この中、三本の中を取ります。そうすることによってね、ビヨンと伸びたり縮んだりせへんから綺麗に仕上がります。鎖編み一つ。で、同じところの根元に針を入れて引き抜きです。引き抜き、引き抜き。で、軽く絞る。OK。 じゃあ次から、えー、根元までね、12回かな。12回の細編みをずーっとしてきたら、一番最初のところまで行くので、えー、ぼちぼちね、12回細編みをしてください。ほんとね、申し訳ございません、お父さん。ほんま一段足りへんかった。頭がちょっとね、薄っぺらがなっとるかもしれへんねんけどね。まあ、この一段やからそな変わらへんかもしれへんけど、髪の毛とかがもしくは一段入れたら編みやすいんかな。縫いやすいんかな。すいませんね。本当にご迷惑をおかけしております。 で、今ね、えー、ありがたいことに、えー、登録者様が3万名様行きましてね、えー、プレゼント企画もやっとるんで、えー、期間中によかったら応募してもらったらと思います。はい。では、その間、12回細編みをしてきたので、最初の頭ですね。ここに編んだ次、引き抜き立ち上がりを飛ばして、最初の頭。これが最初の頭なので、ここに針を入れて、引き抜き、引き抜き、グー。はい。鎖編み1つで立ち上がったら、 この立ち上がったとこのすぐのところですよ。ここ、頭2本。この1目目をね、絶対飛ばさない。ここをね、小さいからやって飛ばしてしまう人が多いだよ。この立ち上がったこの左下、この引き抜いたこの真横にあるこの目がね、いくら小さくてもこれが最初の目ですから、ここ取りますよ。かけて出してきて、まず細編みです。まずね、最初は1つ細編みをしてから耳の後ろです。耳の後ろは耳を前にパタッと倒して裏側を見ると、このね、 不自然に2本、ちょんちょんと横に折りますね。裏側を見てもわかる。このちょんちょんとこう。糸端が折るからちょっとあれやな。よいしょ。このチンチンとこ横に折る子いますね。この子です。今あかんこと言うたな。大丈夫やね。ちっちと折るこの横の子。これを取っていきます。はい。まず針に糸をかけてから、耳をパタッと前に倒して、さっきの見えてたちっちの子ね。この子に、1本目の子にまず針を入れて、中長みをします。糸かけて出してきて。 かけけて散歩の中中を通り抜ける中長編みまた針に糸かけて今のとこの次のこの1本ね今のこの次ですこの1本に針を入れてここにも中長編みはいこれで中長編みが終わって耳を見たらよく見たらねこうまっすぐこう耳が生えてきてその次横にこう90度になってますねえっ、ー、とちょっと待ってよよいしょ この耳がぐるーっと来て根元ここ軽く引き締めた引き締めた子です。次にこうなってる。縦横になってますね。この横になってるこの子が最初の頭になります。なので、ここにね、あのわからん人は猫ちゃんとかああいうのを見てきたらリングつけてると思うんで、わからん人はリングつけたらいいです。ね。 で耳のまっすぐ来た横。これが最初の頭なので、ここへの針の入れ方はね、今までもやってきてます。糸伸ばして入れるもよし。針を裏向けて、フックを裏向けて、この子を引っ掛けて、ぐっと押し付けながら、ここへ針をぐりっと回すんです。ね。頭をこう、こう掘り込む感じやね。彫り込む感じで入れてもらって、糸かけて出してきて、細編み。はい。 これで今1回細編みをしたことになるので、ここ13回やったからね、あと12回の細編みがあります。す今1、次、2、全部で13回ですね。細編みをします。じゃあ早送りしますね。13。はい。13回できました。そしたらまた耳の裏です。今ね、よいしょ、ちょっと待ってよ。今ね、ここに編んでますね。この目に、この目に編みつけてます。 で次見たらもうちっちゃい目ね。引き抜いたってことはここが耳なんです。だから耳の手前のこの大きい目のところまで編みつけたので、はい。これで OK。ならまた一緒です。耳を前にパタッと倒してあるこの2本。中長編み、中長編みを入れます。ね。ここに中長編み、もう一回。隣の子にも中長編み。はい。これができたらさっきと一緒ですね。この垂直に折るちびっちゃいのんと、その横に折る目。 この横にあるこの子が、えー、耳の次の目なのでね、無理な人は糸をぐーっと伸ばしてから、前からこの子にね、ぐっと入れます。針に、頭に入れる。で、糸をぐーっと戻す。その時ね、耳挟んでしまわないよう前に、耳ぎゅうぎゅうと前にやっといて、糸をぐーっと引き締めますね。はい。で、糸をかけて出してきて、細編み。これが1回目。で、ここまで戻るまで、えー、12回やからね、ぼちこぼちこね、こなして細編みをずっときてください。 で、おとんの時に忘れとった、えー、しつこないですけどね、ひつ,ひひつこないことない、しつこい、しつこいんですけどね、あの一周、この後は30回の細編みをぐるっと回りたいと思います。いけますでしょうかほんまね。ほんまに申し訳ない。びっくりしちゃった。水見て。よし。はい。じゃあ、これでずーっと最初まで来たので、最初の頭にね、引き抜き、立ち上がりの次、足、足がある上の頭、これですね。ここに引き抜きます。 引き抜き、引き抜き、グー。はい。そしたら鎖編み一つで立ち上がって増減なしいきますね。まず根元一つ目。頭小さくてもここに編みます。じゃあ次、中長編みの頭。ここですね。中長編みの頭ってね、こう、2本の下にもう1本糸がおるんです。ここね。間違えてこの下取らんように、ほんまにこの頭の2本の下だけ、ここに入れて細編みをします。次のこのね、頭2本の真下。 中長編みたんまにね、こう間違えてもう一本下を取ってしまう人おるけど、頭2本の真下です。ね、もうこれはね、もうだからもうあと細編みのところは頭2本の下とかすぐわかるね。ここをずーっとこうブツブツ言いながら、えー、30回細編みなんで、えー、なんか歌でも歌いながらね、ぐるーっと回ってきてもらったらいいと思います。うん、まあね、昨日もあった、梅雨入りしとるからさ、雨で動画、雨の日って画質がすごい悪くなるからね、機材が絵も持ってないからさ、ほいで、あの、 あれやからごめんなさいね。で、梅雨やからあんたいつ取れるか晴れた日にね、言うたら、昨日言うたら今日晴れましたんや。ほんたら取れるやんか、思って今、昼からもしかしたら雨降ったかなからね、今、ばーっと慌てて、ずーっとんでいきよるから、ちょっと雑かったらごめんよ。明日から雨やからもう今日中に絶対取り切らんな、思ってね。で、こちら編んだやつは3万名様企画のところにね、ぐっと入れときますから、誰か当たればいいなと思ってます。仕上げはね、ストラップにしようかなと思ってます。 ああもうちょっと喋らなあかんけど、あと5秒ぐらい何喋ろうかいね。言うと間にね、ブツブツしといたらね、一周ぐるーっと回ってこれるので、これで一周終わって、最初の頭に引き抜きます。引き抜き、引き抜き、ぐー。はい。そしたら次またね、ノート出してきますよ。よいしょ。はい。ほんなら、えっ、ー、と、今からやっとこの後ろに一段来た後、次ここです。減らし目が始まります。一、弦、一。一、弦、一。 で、また、えー、3回編んで、一弦、1、1、弦、1、1、弦、1、3回編んで、一弦、1。で、次、一弦、一弦で減らして、弦、弦で減らしてという感じになってます。編み図見れる人はね、あれで見れるかなと思います。ほら、お地蔵さんの耳ね、小さいでしょ小さい。こんなもんです。お地蔵さん言うたら大体耳こんなもんです。あんまり大きいお耳の おってんかもわからへんけどねあ。私的にはこれぐらいちゃうかと思ってます。ほんで、えー、この立ち上がりのところをね、お地蔵さんを右下にしようかなと思うので、まあ、どっちでも好きな方でいいけどね。こっちの方が頭丸いから、あれかい ?12、13。どっちも一緒なのよ。ここ12回来て最初1回アンドルから13回。こちらも耳の上13回やから。まあ、横に耳がおるんでね。あの、好きな方でもいいです。 どっち、どっちをあれしてもらっても、小僧さん、右下にしとこうかな。上綺麗な、丸、まあ、い方が綺麗もんね。ねそうやから立ち上がりを、えー、アニマの場合は下にしようと思います。はい。なら、えー、減らしていきますね。鎖編み一つで立ち上がって、まず根元。この根元の引き抜いたこの前、横にあるこの子。この子のところにグッと張り入れて、まず細編みを一回編みます。はい。じゃあ次、弦。弦はどうするかというと、今のところの次のところ。ね。 今、編んだ細編みの次の目にまず針入れて、糸かけて出してきます。このままの状態で次の目にも針を入れて、糸をかけて出してきます。そうしたらこれね、今針に3本糸かかってると思います。この状態で糸をかけて3本の中をすすすいと通る。これが弦です。2つの目を1つにしました。今ね、この足、しっかり見てください。この糸をたどってきて、ここに足、ここに入ってますね。 間違えてこの目に張り入れる人おるんです。ダメです。この足が入ってるところの次。ここをしっかり見てくださいね。で、ここに1。これで1弦1ができました。もう一回1弦1いきます。次のところに1。次弦ね、いきますよ。次の目のところに糸かけて出してくる。このまままた次の目に入れて糸かけて出してくる。かけて3本の中を通り抜ける。 足足をししっっかかり確認します。すす。こここののが入ているら次目ででね。に1回細編みです、はい、じゃあ次ね微動だにしない111です。111。これでえらいこっちの方編みよんなと思うけどこれで円です。大丈夫ですよ。このまま1弦1をあと3回いきますね。ここ早送りしても分かると思うのでちょっと早送りします。弦1。ね。こうやって1弦1って言いながら回ってもらったらいいです。 これでね、1弦1、1弦1、1弦1って言って3回回ってきました。じゃあ次微動だにしない1、1、1が来ました。細編み、1、1、1。はい。それができたら、1弦1で終わります。1、弦、で、1。これでね、この段終わりなので、最初の頭に引き抜きます。引き抜き、引き抜き、グー。 でえー、とそろそろねお顔をステッチしていこうかないつやってもいいです次の段減らしてから1弦を減らしてからでもいいけど今この口が大きい間がねちょっと、えー、お顔ステッチしやすいかなと思うのでこれこっち側の立ち上がりを下にした状態でよいしょよいしょあと大体ねちょっとずれとうかな思ったかって綿入れてグッと閉じたらねあのどないとこないどぎゅっとぎギュッと閉まりようか気にせんといきますね。はいじゃあちょっとね、えー、黒糸をまず通してきました。 まあ、大体の長さでいいです。もうね、あの、お顔のステッチする分だけ。ね。お顔のステッチはね、ほんまにこう、ここにね、目が来て、ひいの字みたいに鼻が来て、目が来て、で、下にニコッとする。これで、あと、おでこにね、あの、テンッとつけたら終わりなので、そんなに長さいりません。はい。じゃあ、玉結びをまず端っこ一応ね、しといて、うん。どっから行こうかな。なら、 わかりやすいように、まずお花から作っていきたいと思います。花からね。で花はいつもおとんの花の時って、このセンターの1、2、3、4、5。まずこの端っこ、センターの中ね。で次はこの足が入ってる根元。ここね、穴見にくいけど、この糸。この乱世、足が入ってるこの下です。ここで4個目、5個目。ね。この1、2個目の1段上。 普通、ここからおとんの場合はね、花がこう生えるんですけど、これよりもう一個上。ここからお地蔵さんはやりたいと思います。この一番端っこの点、その次の足がある下。ここの一個上。もう一個上。ここ。ここから行きたいと思います。ここの裏から針を出してきますね。えっ、ー、と、ちょっと自分でどこがわからへん。ここかな。うん。ここから出してきました。 じゃ、まず、目をつけようと思うのでね、この横。今のところの横ですね。ここに行きたいと思います。もう一個横まで行こうかな。ニコッとしてる方がええな。ほんなら、1、2個。まあ、こんな顔はね、好きにしてもらっていいんですよ。1、2個。2個目のところ行きます。ここでニコッとこう、多分アーチになってるから、ちょっとニコッとするからね。ここへ行きたいと思います。で、裏の糸をこうしてから引っ張ってきて、玉結びちゃん。玉結びちゃんのね、 根元、これ糸4本あるから糸を割ってもろって、2本2本ぐらいのところの間通してもろってね。ほいで、こっち側の糸を引っ張って、玉結びちゃんの糸を引っ張ると、抜けて出てこなくなるのでね。間違えて糸8ちゃんもほら、ぐっと引っ張った玉結びもポロンと出てしまうときあるから、これを阻止するためにこうしとります。ま、ああの玉結びむっちゃんでっかいのにした人から絶対抜けへんっていう人はもうそのままでもいいですよ。はい。ほんなこれでね、ちょっとお目目になりました。ちょっと優しいお目目やね。はーい。 なら花を作りたいので、このね、さっきと同じところ、目の付け根の右側ね、ここから針を出てきて、はい。じゃあ、えーとね、これの1個、2個飛ばしたその次、ここですね。ここに1個、ちょっと待ってよ。1個飛ばしたここでいいわ。1個飛ばしたここに行きます。 毎回大体で申し訳ない。ここでいきます。で、これは、ここに花が来るんです。このね、センターのここに花が来るから、糸抜いてしまわない。ここ。で、どこ,こ、このぐらいで花大体ここに来るなというところより、ちょっと気持ち、ちょっと気持ち突っ張っといて、で、裏側のね、この1、2、3、4、5でセンターを折ったね。この1、2個目と三4個目。 ここです。4個目のところでまずつまみます。4個目のところの裏から針を出してきて、ね。で、出してきたときに、このね、黒のこの、たわんでる糸の中に針を通します。こう。わかるかな通ってますね、ここにね。で、このときにちょっと突っ張り気味でいいです。この、ヒのこの、U のところは引っ張り気味で。糸を出してきます。はい。 そうしたら、この糸をね、この糸をまたいだこっち側から同じところに戻します。この糸をこう掴んだ感じね。こう掴んだ感じ。こう出てきて、こう、こうする感じよ。わかりますね。これでここへぐっと戻すんだけど、その次です。このね、引っ張りも本当はもうちょっとぐっとしっかり引っ張ったら綺麗なんです。こう、く、く、くっとね。ここ。今こんな、こう、こんななっとるけど、1、2個目。 ここですね。この2個目の裏側から針を出して切って、ほんで、この、ここの斜めにいってる、この、このね、内側をこうして、とすくってやる、これを。よいしょ。ほいでまた同じとこに、この糸を渡って、ここ、ここへね、戻ります。ほれで、この時にしっかりと糸をぐっと引っ張ってやる。はい。これでお花。じゃんじゃじゃん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 とね、来ましたね。 そんならここまたこのここのから目を作りたいいと思いますここからねこの時ねこのグレーの糸とか一緒に絡まんようにね気をつけてください。で12個目ですかここの隣の目のまた隣のところこのここ12個目ちょっと右下になってますだけどねにっこりになるからちょっとえちゃうかなと思います。はいこんな感じ。ね。 それからこれをね、あの、もう一個この、なんちゅうのここのもう一個上に2段こうして作ると眉毛と目になるんちゃうかと今思いよるけどね。まあお顔はね、好きなようにいろんな顔で遊んでもらってね、可愛い,いにっこりしたお顔を作ってあげたらいいと思います。ほんなら、鼻の下にね、ここににっこりしたお口を作りたいから、まず鼻の1個下。ちょっと左斜め下ここからお口をつけたいと思います。 ここから出てきて、1、2、3個目。ここ、鼻のちょっと、右下ここ。で、これもまた引っ張ってしまわない。ね、引っ張ってしまわず、このにっこりのお口にしたいから、ここのね、ここの一段下のね、こことここで糸つまもうかな。こことここやな。こことここで糸つまもうかなと思います。 これの真下の隣、これの真下の隣、ここと、ここでつまみます。まずこの右側の方から出しますね。これの真下の隣、ここですね。よね。で、この子をつまむから、この中に通して、さっきと一緒ですね。丘をちょっとし,しっかり気味にしといて、突っ張り気味にして、同じとこに戻します。これでね、糸を渡ってつまみました。 これができたらさっきの言うとった隣のところですね。ここ。ここから出てきて、この糸をつまむから、この下をね、通って。はい。で、同じところに戻します。糸を上ね、ぐっとまたいでこう来てますよ。はい。これでお地蔵さんのお顔になりましたね。 で、あとはね、もう眉毛つけたりとかね、内蔵さんにあんまりバチ当たりなことしたらいかんのやろうと思うので、まあ今日,今日はこのぐらいにしといて、おでこをもしかね、玉結びする人やったら、こことここの間の1個上、ここにね、あの、天マを作ってやったらいいと思うんですけど、今回ちょっとね、せっかく石があるから師にしようと思います。玉結びする人はこの裏から出してきて、ここで、えー、ぐるぐるぐるっと3回ぐらい、2回か3回の玉結びをして、裏に糸。 で、同じとこから出てきてね、ここで玉結びして裏にやると、裏抜けても困まるから、こういうところの目をすくって裏側に戻ってやる。その方が動きにくいです。はい。なら、後ろに来て、えー、もうこれはね、いらないので、後ろ側のどこでもええから、こういうところをちょっと糸、表に響かへんところをね、つまんで、やはり1、2、えー、まあ2回くらいでいいかな。これで、グッとね、玉結びを作っておきます。 この子はもう糸いらないので切っちゃいますはいちょっと長めにねあの心配やか長めに切っておきますほいで、えー、じゃあね点ンテ点をつけてみようと思いますちょっと一回ねどんなんか両方出してみますちょっとえっ、ー、ともしかちゃんコードいる人やったらこんな、えー、どこどこですかお宅さんあここですなこんな感じになっておりますちょっと一粒ずつ出してみます はいじゃあちょっと一回ねどんなのか置いてみたいと思います。クリアの子ねこれ。あクリアの子も可愛いな。ねクリアの子でも可愛いほんだら黒い子ちょっと置いてみますよ。どっちか見てほら好きなやつ買いに行って。あ黒やっぱり綺麗なうつおさんやから。今回私はね黒でいこうかなと思います。もうこの辺はねお好みで好きなやつ買うてきてくださいね。 で、あの、ま、あさ、あ、金使いたない。あの、いらん。いう人は、もう、玉結びで OK です。よし。まずね、この、も取ったとこの、ここやから、ここへね、ちょっと、ポンドをつけます。乾いた透明になるからね、ちょっとしっかりめに。と。もうちょっとやっとこな。 あの少ないよりはねあの透明になるからちょっとしっかりとねここにしたいと思います場所これで今よう分かりますたャ、ね、この目と間の1個上ねここにしときますよしよしよしピンセットねこういう時も便利です、ね、ちょっとわざとにあふれさそうかなで乾いたらクリアになるのでこれでいいと思います ちょっとね、しっかり押しといてあげてイランボンドは、まあ、ちょっと取ってやってもいいんやけどねうん、うん、オッケーかわいいこの石ありやったねあのオフ会に来てくれた人みんなにあたい石やら選ばしてあげよう思いよったのにあたアンドルヒマノワハは,ーは,ーはー言うと間に2日間終わってしまってね本当申し訳なかったまた編み会もみんなでできたらいいなと思いながらはいこんな感じですそしたらあとねほっぺた あのピンクでもいいし赤でもいいし今回はちょっとね赤で、えー、とほっぺたとよだれかけを作ろうと思うのでどんほっぺたなんかほんまちょっとでいいよこんな長いらんよちょっとだけをねこうして玉結びにまたしてからよいしょどこでもええなどこかええかなちょっとバランス見ようかなこの辺にするかこの辺あここでいいな。 できたらまあ横に刺したいからなここ。ここら辺から行こうかな。この鼻の横の横ぐらいの点やね。ここの。ラインやね。まあ、この辺は好きでいいです。まあ横ぐらい無理やり入りそうなところにね。ぐーっと入れます。これ多分糸割って入れな。まあ横には来られへんからぐーっと入れます。はい。で、また玉結びのところはね。糸割って。 ええと2本2本ぐらいにした方がバランスはいいなと思うんだけど。よいしょ。でよ。うん、こういうね。真横とかが可愛いかなと思ってます。この辺は好きなバランスでえー、2回でもね。3回でもハートにする人やったらハートにしてあげてもいいしね。今までいろんなことしてきてるから、そんなんを見つつやってきてもらったらええんちゃうかなと思います。 あの人間さんとかのね人形さんとかまあ人間さんとかのあの中国をぷーっと塗っても可愛いやろうしねあんまりねこうあのちょっとお笑いには走りがたいのでね <laughs> お前のその親指で何をうとねいう感じなんやけどねこんな感じで2回通しときたいと思いますで左右対称でいこうかな反対側ほんな同じところから出ようかなここからもう1個あからでもいいけどいいかなよいしょ これのね、この一つ目の隣のとこから出してますね。で、まあ、横、ここはちょっと穴あるわ。こっち側はここでは。大きかろうが小さかろうがね、もう好きなところにほっぺたぐらいちょんと作ってあげてください。はい。これでもうあなたお地蔵さんのお顔できたし、ね。貝いらしなったわ。ほんならもう、あとはね、 えー、頭はぐーっと締めてしまいます。あ、頭ぐーっと締めるがおかしいけどな。えー、頭は今から減らし目をして、えー、ピンチの時みたいに、あ、あ、頭ね、後ろ、あの、チチチと締めたいと思います。どんなんでもいいんやけどね、半目全部拾いながらぐーっと閉じることもできるし、まあ、アニモがいつもやってるみたいに上下上下、こうね、あの、つまんでっていうのをちょっと後でやっていきますね。ほんなら、えー、おでこもまあ、乾いたかな石もついたかなと思うので、やっていきたいと思います。 なら、ここね、1弦1まで減らしてきたとこやったので、次の段はね、1弦1弦と減らして、微動だにしない3。いきますね。どういうことかって言うたら、鎖編み一つで立ち上がって、根元のとこでまず1。じゃあ次、弦です。次の目に、下。次、ん。減らし目ですね。はい。じゃあ次、ここの次のところですよ。ちゃんとよく見て。1、 で弦です次,次のとこに張り入れて出してきてうんはいじゃあ1弦1弦できたら微動だにしない111ですね111じゃまたここから1弦を3回しますわかりますねちょっとだけ早送りしますよはいじゃあ1弦1弦1弦を繰り返しましたそしたら111ですね 1>, 1。不動の111はね。ここはね、もう動くことはございません。この111の上はずっと111になっております。うんなら最後3目あるので1弦で終わりですね。1。ゲはいで最初の頭ですね。引き抜き立ち上がり足がある。右上のこの頭ここですね。ここに針をぐーっと入れて。 ちょっと待ってちょっと待ってグーッと入れてよのにグーッと入らんかいなグーッと入れてねで引き抜き引き抜きグーじゃこの段今から最後の段はね何するかって言ったら弦弦で不動の3弦弦弦不動の3弦でいきます不動の <laughs> 同じこと思った人おるんちゃいますかすいません不動産不動産はい行きます鎖編み一つで立ち上がってでまずここにね えー、弦から始まります。で、この弦から始まるときって、頭がちょっと見にくいので、難しい人はね、あのー、ここ、しっかりリングしといてください。弦した後に、この針にかかってる下ね、これが最初の頭なので、ここにマーカーをしといてください。じゃあ次、弦ですね。弦、ーはい。じゃあ次、不動産、いきます。<laughs> えー、ごめん、1 <laughs>、1、1、ね、はい。 なら次から弦弦弦を3回します。あもうあかん。ちょっとちょっとおもろかった。綿はね、いつ入れてもらってもいいよ。あの、ちょっと早めに入れたいわっていう人はこの前に入れといてもいいんやけど、アニマの場合はね、だいぶ一番最後、こう絞っていく前に綿をグーグーにピンセットで入れていきます。はい。えー、これで3回目の弦が終わりやね。次、不動産です。はい。1、1、1ですよ。1。やばい。1。 自分で言うて自分でワロと出せばないわなよいしょはいじゃあ次あと2目残ってるとこは弦です最後の弦ですねはいこれができたらよく見たらねここ今減らしましたね次引き抜き立ち上がり次のこれなんですけど足がないんですよ足がねもうあるんですよこう斜めなんですよだいぶ。 このブイッとなってるここ、これが最初の頭。もしリングつけてない人はね、この引き抜き立ち上がりの次の足がこう斜めに折るやつの上に折る、これが頭です。この頭2本をしっかり取って、引き抜き、引き抜き。ね。で、グー。はい。そうしたら、あのね、糸始末できる分ぐらいだけ。備え長さいりません。糸、チョキっと切ります。はいで。これでね、お顔完成です。 えー、糸を、針を外してもらって、ここのね、これ糸グーグーと絞っといてで。ここの中にね、綿を仕込んでいきたいと思います。こんだけ入り口があったらね、ピンセットでグーグー入れていけるので、綿を、こうしてね、つまんでは押し込み、つまんでは押し込みと言うてね、こうやって押し込んでいってやりますで。端から端に入るようにね、端っこの方に行く、端っこの方に行くとね、こう意識しながら入れてあげますよ。結構しっかり入れた方がね、 あの綺麗な形になるから兄も結構ほんまにしっかり目をカチカチに入れるんですけどまあその辺お好みでね入ってない隙間があるなと思うところに無理に無理に無理に無,無理には入れな,いけ,ないけどグー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 入れてあげますよいしょそれかはこう入れてこう入れてこう入れて,こう入れてとか言うてねあのあっち向きこっち向きでこうグーグーグ,ーグー入れていってますよよいしょ まだ入るかな、これでいいかな。でちょっと形整えてあげて、はい。これで一旦ポンポンに入ったのでいいかなと思うので、まずね頭をもう締めていきたいと思います。糸始末をしちゃいましょう。はい。じゃあまず針に糸を通したらいいですか？ ここをグッと絞ってもらったら、ね、根元にあるちょびは玉結びやと思ってください。この下におるこの線、これ無視です。この隣、よく見たらない縦にこう目がぐるっとおるんですけど、この上からの一本だけ、見えてるこの一本だけを取ればいいです。この縦は一本無視して、次の目の一本。で、向こう側、この今根元の玉結びだよって言った、真横におる子ね、このこの上側の半目、一本だけ。 ここを取ります。ですかで、ここに、ぐーっとしっかり引っ張ります。で、また同じとこ通ります。この今突っ張ったからここわかりますね。この一本の子と向こう側、糸が出てる。同じところ。はい。これができたら、この突っ張ったこのお隣の子、この一本と、この、この一本と今の隣の子の一本。 ここから出てる隣の目のね上半目ここねここがちょうど不動産の子です1次の目と向こう側の次の目2ここはね一回ずつでもいいですで今ここ行ったので次の子とこうの子ですね3で次はねここ見たら一本二本 3本でこう見えてると思いますこの目とこの目は今ほらこつないだ子やからねこの横横この縦は無視でいいですこの子とこの子ねここを2回通りますこの子と、まあ、大体ねどうにかしてあの通ってたらいいんですよはいでこれであのねちょっと針とかを中にこうして入れてねふくらしてあげたらいい針で指つかんようにねこうしてもしへこんどったらふくらしてやる針でこう持ち上げてねうん これで大体お顔があの綺麗に締まりましたと思います。はい。ならこれを、またどっかね、ちょっと、ここからこういってる糸がおるから、同じようにこう通って、向こう側、ちょ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 、向こう側の方のどこでもええからね、一回その辺から出てきますよ。まあ、えらい近いとこから出たけど、まあええわ。ね。そしたら、 またこっち側どこでもいいからこうね同じように糸が通ってるところに入れてまたどっか反対側の方に行ってっていうのをね右往左往とね行ってやる。糸が許す限り行ってもええし23回行ったからもうええわいう感じでも OK です。またこれやったらここにこう行ってる糸がおるね、まあ、同じようなところから入って。 で、一番目立ちにくいようなところね、下の方とかどこでもいいからな。どこでもいいよ。よいまあ、ここから出てきたから、ここでもいいわ。でもね、なんか、何回も通ったから、もうええかなと思うので、よよ。ぐっと突っ張り気味にして、糸を根元でちょんと切ってあげます。はい。で、あとはもみもみして、今さっき一番最後、突っ張ったとこがね、へっこんどって気になるのやったら、針でこうして浮かしてあげてね、こうしてふくらしてあげる。 これで綺麗に締まりました。こんな感じですね。それからさっきあった頭を全部ね、半目ずつ拾いながら、あの、ぐるっと回って絞ってっていうのとかね、あの、お好きな絞り方にしてもらっても大丈夫です。はい。できた。お母さんできました。えっと、今からこれ体のとこなんですけど、一回撮ってみたら、ちょっとちっちゃくて見にくかったと思うから、体の時だけ、このちょっと大きいのの太いのでね、編んで説明したいと思います。 で、えー、出来上がったと途端にこのチビであの縫い付け始めるけど、とりあえず編み方さえね、分かったら編めるんじゃないかと思うので、見やすいようにちょっと太い糸で編んでいきたいと思います。はい。じゃあまず手に糸かけて、まずね、鎖編みの3目スタートになります。で、顔の時とあの、変わらないんです。前の、ま、真ん中のね、不動産が1になるだけです。ですかまず鎖編みで、1、2、3。 で、鎖編み一つで立ち上がって、正面じゃなくて裏側を見ます。裏側の1、2個目。2個目のところに針を入れて、まずここのね、裏山には最初、細編みを2つ入れます。顔の時と変わらないからね。はい。で、次の裏山に1つ細編み。ここがね、3じゃなくて、ここが1だけです。1回。はい。で、次、もう端っこが来ました。ここに3回、えー、細編みを入れます。まず1回目はね、普通に裏山を取って、 でいよいよちょっっと待ってくださいよいいいよいよいよ,いよん普通に裏山を取って細編みを1回もう1回同じとこに入れて糸端向こうでここは T の字で編むまた同じとこ今度は頭2本見ながら糸端編みくるみながら1回これで端っこに3回入りました。じゃあ次のの穴ところね ここに入れて1回。普通やったらね、1、1、1ってやってきたとこやけど、今回は1です。で、最後、最初のところの穴に入れて、細編み。で、横向きに折る頭2本。これが最初の頭なので、ここに引き抜き、引き抜き、グー。顔が編めたらね、原理はわかると思うので、ちょっと急ぎ気味で編んでます。鎖編み1つで立ち上がって、根元。最初の根元ですね。ここに、1、1、V ですね。最初 V です。 1>, 1、1とこう、V を編みます。で、次の目にも V です。V、じゃ次はね、不動産じゃなくて、不動1。一回だけ、細編み。で、次、V、V、V と編みます。V、I。次。V、I。じゃ、次、また V ですね。V、I。じゃ、次、1。 一回だけ編んで、次のところにも V です。これでね、全部一周でね、14目あります。はい。で、最初の頭ですね。最初の頭に引き抜き、引き抜き、グー。これがだから、あのー、あれで、ミルフィームさんでするとね、ちょっと小さいから編みにくいかもしれへんけど、頑張って編んでいってほしいと思います。鎖編み一つで立ち上がって、まず、ここからね、14回、一目に一つずつ細編みをします。いいですか ?1、2、 はい、14回細編みをしてきました。この時ね、内側にこう、コロリンと丸まっとると思うから、これ、しっかりこうね、表側が出るようにこうしてあげてください。ね。で、最初の頭に引き抜きます。で、今1段ぐるーっとね、増減なしで編んできたんですけど、あと2段、全部で3段、えー、増減なしの段があるので、鎖編み1つで立ち上がって、で、えー、今から2段。 頑張って、これ早送りしてくるので、えー、増減なしで2段。14目をね、編んできてください。ちょっとこれが終わったらね、編み図さっと書きたいと思います。はい。じゃあ今ね、ここまで編んできたんですけど、とりあえずまあここに1、2、3と鎖編みをして、鎖編み1つで立ち上がって、最初の目に細編みを2回。真ん中のとこに1回、端に1、2、3と入れました。真ん中に1回、戻ってきて1回。 こうしましたね。で、次の段、鎖編み一つで立ち上がって、えー、最後、戻ってきての引き抜きをさっき書いてまうねんだけど、立ち上がって、これでここ V でした。次 V でした。で、一回、V、V、V。一回編んで V。できましたね。で、ここから、14目。ここからもう、点点点とこうーん、全部書くとあれやからな。えっ、ー、と、一段目、普通にぐるっと。二段目は V、V のところが来ました。で、そこから、えー

うんとね、どう書いていったらわかるかな。まずね、鎖編み一つで立ち上がって、で、細編みを2回するんです。1回、2回。で、次のとこに、こうね、ここに引き抜いて、鎖編みを1、1、2、3、ここで輪にして、で、 1>, 1。2。3と引き戻ってきて最初のこのここの一本にまたこう引き抜きます。ここでおてて作るんですね。で、ここから1。2。3。4。5と細編みが切って、また同じおててを作るんですけど、よいしょよいしょ。1。2。3とほんでこのね。この時に。 1>, 1、ちょっと前は1、2、3、4、ちょっとあの、後で編むとね、分かってくるから、一旦ここだけ。で、こっからこっちに、ここやね。1、2、3、4、5。5、2、10、11、12、13、14、OK、OK。で、ここの時に、この輪っかを作る時に、ここの子とつなぎます。お手手つないでるみたいにね。こうなるわけです。ここ、お手手つないでるみたいに。そうや、ここに団子乗せてやらなあかん。 もしかね、お団子乗せたい人やったらね、お手手の上にこれ一粒ね、ちょぽんと乗せてあげてもかわいいと思うのよ。ね。よいしょ。粉はすぐできるボンドでちょいんと乗すだけやから。お手手もちゃんとこうしてくくってあるからね、あの、絞ってあるから、穴があるからちょうどこの通った穴があるから、ここへちょっとボンドをしっかりとしてやって、しっかりとしてやってて、ボンドがしっかりと入っとらへんね。<laughs> ね。 これでここへお団子ちゃんをチーンと乗せてあげる占い師みたいになったか大丈夫か。<laughs> お団子一つね、持っとる子とかがこうやってできるかわいいね。わかるお団子一ついただきました。言って。はい。こんな感じのこともできます。で、えっと、これで最初のところに戻ってきて引き抜いて、で、次の段。この次の段は、 ちょっとね、これの下に書くけど、次の段は同じようにこうやってきたら、このこのところの裏にね、こう中長編みのこうです。さっきの、えっ、ー、と、耳の時と一緒ですね。こうこう、えー。この後、こっちに来るんです。ごめんなさいね。ちょっと上が狭くしかったから。中長編みが来て、1、2、3、4、5。で、その次の段は全部減らし目を。こう、こう、こう、減らして、減らして。 もうちょっと逆さやけど、むちゃくちゃやな。もうすんません。これね。7回77目になるはずです。こうして減らしてくるっていう感じになります。これちょっとざっとであれやけど、まあ一旦こう。あこんな感じやなっていうのが分かっておいてくれたら、ちゃんとしたあ。水が今まであれするんやけど、大丈夫ですかね？はいでえーと。まず手のところ行きます。鎖編み一つで立ち上がったらさっき言ったみたいに2回細編み。まず1回細編みをして、次の目に1回細編み。 じゃ、あここからがややこしいのでね。えー、まず、手前半目。頭2本じゃなくって、手前の1本だけ。ここだけを取る。ね。ここにまず、引き抜き、引き抜き。この時、軽く絞る。はい。じゃ、あここからね、鎖編みを7回します。1、2、3、4、5、6、7。はい。7回したら、裏側を見て。1、2、3、4。 根元から4つ目の裏山に針を入れて、引き抜きます。引き抜き、引き抜き。ね。で、今引き抜いた裏山、次の裏山ね。次の裏山から3回ね、引き抜いていきます。1回、次の裏山、2回、で、次の裏山。次の裏山がね、ちょうど根元のこの引き抜いたこの、ここにこう渡ってる裏山なんです。 こう見たら、鎖編みが全部ありますね。ありますね。この根元のこの裏山ってここなんです。これがね、ちょっとね、あの小さいやつは見にくいからこの大きさでいきましたよ。はい、引き抜いたら、根元のこの大きい穴、最初に引き抜いたこですね。手前半目の子。この手前半目の一本の子に引き抜きます。で、軽く絞る。これでおててができました。おてての先っぽにね、この穴ぼっこができてるんです。 小さいやつやったら見にくいけど、こうやって鎖4つの輪になってるので、ここを取るんですけど、だいたいここにね、張り入れたら、後で取れます。なので、小さいのは見えなくても、大体の感覚で、おお、ここ穴あ,あんねんなって思っておいてください。はい。じゃあ次から頭2本取りながら、5回の細編みをします。1、2、次、頭2本。3、次、4、次、5。はい。これができたら、 また次のところは頭2本じゃなくて手前の半目。針を入れて引き抜き引き抜き軽く絞って、ここから鎖7。1、2、3、4、5、6、7。で、もし分からんなる人は今から裏見て、1、2、3、4個目。ここにリングしといてください。分からんくなる人は。で、分からんくならへん人は、裏山からね。よいしょ。1、2、3、4。 ここを手でちょっと押さえとくと分かりやすいです。で、針をピョーンと伸ばして指に糸をかけて休ませときます。じゃあ、こっち側。この、この子ね。よいしょ。ここ正面向いて、ここからこう鎖があるこの子の、ここの穴に針を入れます。こうなるように。鎖がずっとこのままのように、この位置でこう、針を入れます。 で、ここ、あ、手離してもた、手離してもたけど、手離してもたんやったら。この引き抜いたところの裏山、一二三四個目、この子。この子のところ、こうして押さえておく。上から見ても、一二三四。ね。で、ここで、針を戻して、この休ましとったところの子を戻して、引き締めて。この輪の中を通します。で、通した時にね、ここからここまでの間ぐらいに、こっちの子が来るように、こう、ちょっと寄せてきときます。こうして通過させます。 でたわみをなくしといて、印しとったこの子ですね、裏山ちゃん。この子に引き抜きます。はい。これでおててがつながって、次、次から三個ね、裏山があるので、一、次の裏山、二、次の裏山、三。はい。そしたら根元のところに引き抜きます。 これがだから小さいやつやとこの辺の隙間が少ないからね。ちょっと難しいけども頑張っていきましょう。いいですかもし分からへん人だって今正面から見たらね、1、2、3、4、5。この5目見えてますね。間の子。この端端ぐらいにね、もしあれやったらリングしといてあげてください。ね。うん、ちょっと今見当たらんかこのまま行きますけども。はい。なら次から5目あるので、普通にね、頭2本取りながら、頭2本ね、取りながら、2、 三、四、最後の子、五。はい。これができたら最初の頭に引き抜き、引き抜き、グー。はーい。鎖一つで立ち上がって最初1、一、一と細編みを編みます。一、一。じゃあ次なんですけど、このね、この子が、はい、ほら、この子を引き抜いたこの目のところこのところから、こう、針を刺してみると、裏側ね、 この針の今ペカッとなってつの下に一本こう横に渡ってますね。この子を取るんですけど、針に糸かけて中長編みです。まず手をね、前にパタンと倒してやる。この見えてる子の一本です。今一本やからちょっと見にくいけど、まあこの辺のね、大体のところが取れたら OK です。こう見たら見えてるね。この横向きの子の一本。この子を取るんです。この子で中長編み。はい。 ここの正面の5目ね。1、2、3、4、5。この5目を取るけど、この針をこうして手前にしてこう取るのか、ね。それかぐーっと緩めて、1、2、3、4、5。この子でしょ前から、よいしょ、この手を下ろしてね。前からこの子を、頭2本をしっかり取って、たわみをなくして、ここから5回細編み。 この手を前にグッと倒した状態でね。編んで、1、2、3、4、5となります。ですか針に糸をかけて、この子のね、まあ裏側を見ると、1本だけ横向いたこの子ですね。ここに中長編み。はい。で、次ですね。ここが縦になって、次横になってる。ここからです。 ここから頭2本張り入れて、よいしょ、5回。1、2、3、4、5。で、引き抜きます。最初の頭に引き抜き、引き抜き、ぐー。で、綿は、あの、今入れてもらってもいいです。小さい子のやつね。小さい子のやつは入れにくくなるから、今入れてもらってもいいし、ピンセットあるよっていう人は、すぼめた後に入れてもらってもいいです。ですか ではまず鎖編み一つでもう最後の段です全部の目に減、えー、らし目になりますまず最初のとこ貼り入れて糸かけて出してくる次のとこに入れてかけて出してくるかけて三本の中を通る減らし目ですねでこの子が入ってるとこよく見てこの次のとこからですよここだけ間違えないように減らし目この足が入ってるやつの次の目ですよゲーん次 ゲーン、うん。で次、ゲーン、うん。次ね、ゲーン、うん。で次、ゲーン、うん。はい。これで一周回ってきました。七回ね、ゲンゲンゲンときました。引き抜き立ち上がり。最初の頭ここね。 ちょっとあの減らし目から始まるとか足がこう斜めになっておかしいけどこのくの字の上側のこれね頭2本これが最初の頭ですでここに引き抜き引き抜きでグーねグーでこのあ、えー、とこのちっちゃい版で作った時のね動画に戻りますグーでここから綿入れて首つまんでいくんでね、えー、そこにちょっと動画を戻したいと思います ちょっと大きい方が見やすかったかなと思ったんですけど、えー、もしわからんかったまた質問されてもどう答えていいんかあれ。<笑><笑>まあ、なんとかあの頑張ってスローモーションにしたりとかなんとかして、えー、見てもらったらありがたいなと思います。はい。それじゃ頑張って、あと仕上げまで頑張って編んできてください。縫えるぐらい、ちょっと長めに縫えるぐらい置いて、そうね、25センチとか30センチぐらいあれば安心。あの、自分で計算できる人は大体計算して、で、ここで、よいしょ。 針外してね糸を抜いときますはいそしたらまたここにねあの綿入れてあげてくださいはいじゃあ綿がねぐっと入ってきましたはいこんならえーとねここであと一目ずつこうすくい持って端の一本もすくい持ってお顔の好きなところにチコチコ縫い付けてあげるんですこうして好きなところに まだもうこう向いとったらこうでもいいしね横向きまあ大体正面だわね正面だわねんなら大体のね縫い付け方でも大丈夫ですはいここかなと思うところねこの辺かなお手手の位置を見て正面この辺かなちょっと上向いた方がいいかな前向いた方がいいかな言うて大体の場所を決めて待ち針で止めとく人はね止めといてください なら、ここで、こう、つまんで、一つぐらいよね、こう、つまむね。やってよ。うん。そしたら、この隣のこの子、一本。今のところの一本と、また、同じとこから、ここかな隣とかに出て、ね。 こうやって一目ずつ上と下とこうチコマかチコマかね縫ってあげたらいいんです。ここやなー言ったら次のとこのお顔のちょっと怖い怖い状態になっとるけどね今ここいったからここ。まあ何回ぐり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 通ってあげても OK です。でここがもしちょっとあらなんかつまむとここぎちゃなかったなこぎちゃないゆだられるここなきれいにできんかったなと思ったって今からまだねよだれかけをつけるから心配せんとこのままねあのこうして縫ってあげてください。 ね好きなところに縫ってあげてよいしょね一目下から一目取って上でまたこの辺かなというところでこう取ってあげて。 まあ、付け方はどんなんでもいいです。もう、あれも、これもぐっと絞ってもて、なんかボンドとかでね、協力的についてくれないんで、ボンドとかでもいいしね。まあ、どんな感じでも、こうして、ググっと縫い付けちゃってください。まだちょっとね、長なって、あんた、あれもあるから、ほれ、あのー、よだれかげさんも線なんからね、ちょっと、 ここは大体でもあと大丈夫ですかねあとは頭と同じように糸をあっちあたりこっちあたりして、えー、根元でちょぴんと切ってしっかりとくっつけてあげてくださいはいじゃあこれでねちょっとよちょっと横向いたかなちょっと横向いたかな思うけどまあええかなこうしたら横やないか大丈夫かええぐらいまっすぐになりました ね。これでお地蔵さんの今とりあえず体ができたので、ほんなら、よだれかけをね、作っていきたいと思います。はい。じゃあ、赤い糸で編んでいきます。まず、今から作る、むっちゃ簡単なこのね、前かけちゃん。これは、あのね、これちょっとあの、まだ試作やからちょっとやり直すけど、この糸を長めに取っといて、お地蔵さんにこうしてあげてから、後ろでリボン結びをして、 で、リボン結びのとこね、ほどけんようにボンドでしてあげるって感じなので、ちょっと最初ね、長めに置きます。そうね、十十まあ、あの、自分がリボン結びできるかな、いうぐらい。まあ、今回ちょっと多めに15センチぐらいのところから始めたいと思います。はい。手に糸かけて、ここからまずね、下からくるっと回って、鎖編みを作ります。結び目を作ってから、鎖編みを、1、2、3、 で、鎖編み一つで立ち上がります。で、また裏側を見て、まずね、根元から1個目、2個目、この2個目のところに中長編みを編みます。針に糸かけて、1個目、2個目のところに針を入れて、糸かけて出してきてスッと伸ばしたら、かけて3本の中を抜きます。はい。じゃあ次。次の裏山ちゃん、今ここやから次の裏山ちゃんここですね。ここに長編みを2回入れます。 中長編みみたいに針に糸をかけてから、次の裏山ちゃんに針を入れて、糸をかけて出してきて、スッと伸ばす。中長編みとここまで一緒。ここから針に糸かけて、3本の中を一気に抜くんじゃなくて、この左側にかかってる2本だけの中。1、2の中。で、針に2本かかってます。糸かけて、この2本の中を通る。これが長編みです。もう一回行きます。針に糸かけて、同じところ。 今あんだ、この足が入ってる同じとこの裏山に入れて、糸かけて出してきて、スッと伸ばす。糸かけて、この2本の中だけを通る。ここに出てくる。かけて2本の中を通る。これが長編み。2回長編みをブイッと入れました。じゃあ次、最後の裏山ちゃんね。ここに中長編みを入れます。まず。中長編み、かけて出してきて、スッ。かけて3本の中を通ります。 で、鎖編み一つ。そうしたら、この足が入ってる根元。ね。この足が入ってる根元の子。この頭二本のとこですね。ここに引き抜きます。引き抜き、引き抜き。ぐー。はい。じゃ、この糸、こっちにしといて。いいですか今、こう、頭がちょんちょんちょんと見えてますね。いいですか今引き抜いたのは、この玉結びの横のここに引き抜きました。じゃ、次、この頭の下。ここです。 ここに引き抜きます。引き抜き、引き抜き。これは絞らない。このまま。で、次の頭。今引き抜いたこの次の頭のところに引き抜きます。引き抜き、引き抜き。で、もう一つね。次。ここの根元。今引き抜いた次の横のここの根元にもう一回引き抜きます。引き抜き、引き抜き。はい。これで OK です。よいしょ。 これでね、えー、鎖一つしてでまたこっち側と同じぐらいの長さね自分が蝶結びできるぐらいの長さでちょんと切りますで針を外すはいでグッと引っ張るねこれで一応ねこの子この糸最初の方の糸ですをこのねこの前のこの辺からどっかに手前に出してやろうと思いますどこでもいいからこの端っこの方で刺さるところ ぐっと刺して、この糸あ、針でやってもいいよ、あの縫い針でやってもいいよ、前に。持ってきてあげる。その方がちょっとね、綺麗に収まると思います。こうして。こ,これで綺麗になってますね。ね。はい。これで、ちょっとまあ、これ試作役割にして、お地蔵さんの前に持ってきてあげて。よいしょ。こんな感じ。 めっちゃかわいいやないの。ね。で、あとは後ろっ側で蝶結びをしてあげます。ちょっと長すぎたけど、まあまあいいや。ね。こうして、真後ろのところで。こう、こうやね。好きな大きさのね、蝶結びしてあげて。ちょっと大きすぎるな。んこのぐらいかな。 であある程度の長さで切ってあげますこれも置いといたらね片っぽのほっぺた片っぽのほっぺた使えるもんね。はいそうやってケチケチ根性でやっていきますよ。でこういうねところのこういう根元のところちょっとボンドねしといてあげたらリボン取れにくいから裏とかもめくってこういう隙間にねちょっとずつボンドを入れといてあげます。 糸端がね、ほつれてきて嫌やなと思う人は、糸端にもあのボンドちょっとつけといてあげたらいいですよ。ちょっとずつね、こうやってリボンが外れんようにしときます。はい。で、糸端気になる人やったらね、糸端もちょんちょんとつけといてあげて、ね、前にやったおティティ首みたいな感じですよ。はい。ほつれてきてもそれでもその方が可愛いね、いう人はもうそれでもいいしね。 ちょっと今はね、急ぎ目やからちょいちょいとしちゃいますけど、こんな感じで、おじさん、ちょい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 、お地さんの出来上がりです。貝しね、貝しは、おいてからね、あの、もしかストラップとかにする人やったら、ほいじゃ、ほい、しょ,おいしょこんで7本も入っとるから、あんたこついやすいがね、ね。あこれあんた、このかか、カニカンかいな、これな、何カンかいな、これな、カニカンかいな、これ、ここ、ここでこうしてからね。 えー、どこか良さげなところ。えっ、ー、と、上向いた方がいいか、ちょっと後ろ向きの方がいいね。こういうところでね。この辺かな。こうしてぶら下げてあげたら、ほら、あんたもうこれでお地蔵さんやがね。このあんた紐をみんなにやろうと思ってあんたこれ二つもこうといてあんた持っていって忘れてね。あげんの。また今度のお深い時にあれいるんやったら持っていきますからね。こんな感じで、お地蔵さんが完成しました。かわいいね。よかったら。 えー、作ってみてみくださいで、えー、と普段ねあの一筆アニモは販売禁止になってる一筆アニモとかそのアニモでピンチシリーズは販売禁止になってるんですけどお地蔵さんはねあのほれあの人様にあげても喜んでもらえるやろうしあの売ってもいいんじゃないかなと思ってますあのワンちゃんとかはねあのトラブルがあったからもう販売禁止にさせてもらってるんですけどお地蔵さんはえー、かったらえー、その代わりねあのアニモメール作品 見たみたいな感じのやつ書いて、あんたタグ付けてしてくれとったらね、あんたね、札の裏にちょっとアニモメールのン見たでみたいな宣伝しとってくれたらむちゃくちゃ嬉しいなと思います。SNS にね、載せるときも、あいつの見たでみたいな、あ,あいつのって書かんといてな、<laughs> アニモメール見たでみたいなやつの穴にしてもうたらね、嬉しいなと思います。はい。 それじゃあよかったらお地蔵さん作ってみてください。むちゃくちゃ長くなりました。長いことご覧いただきありがとうございます。よかったらね、いいねを押して帰ってください。あとはチャンネル登録されてない方、よかったらチャンネル登録グーと押しといてください。それじゃあまた次回お会いしましょう。今日も長い間ありがとうございました。バイバイ。